クルトビュートリッヒは、スイス出身の科学者で、ノーベル科学賞受賞者。1970年代から始まった、タンパク質を構造解析する手段としての、多次元核磁気共鳴法の先駆的研究をリードしてきた功績に対して、2002年にノーベル科学賞を授与された。ベルン州、アールベルク生まれ。ベルン大学で、科学、物理学、数学を学び、 1964年にバーゼル大学でシルビオ・ファロブの指導の元博士号を取得した。しばらくの間ファロブの下でポストドクターとして働いた後、ロバート・イーコニックと共に研究をするため1965年から1967年までカリフォルニア大学バークレー校に在籍した。その後、1967年から1969年まで、 ベル研究所のロバート・ジー・シュルマンの下で人気付き研究員となった。1969年にスイスのチューリッヒに戻り、チューリッヒ工科大学で1980年まで生物物理学の教授となった。現在もこことカリフォルニア州ラホヤのスクリブス研究所に研究室を構えている。大学院生時代に電子スピン共鳴の研究を始め、 自動参加反応においての同化合物の触媒活性を博士論文のテーマとした。バークレーでのポスドク時代に金属化合物の水和反応を解析する手段として当時最新の技術であった核磁気共鳴分工法に取り組み始めた。ベル研究所に移ると超電導核磁気共鳴分工法の研究を任され、タンパク質の構造や動力学の研究を始めた。 彼はその後ずっとこの研究を続けている。スイスに帰国すると、ノーベル賞学者のリヒャルト・アール・エルンストラと共に二次元 NMR 法の開発の研究に取り組み始め、タンパク質間の距離を測る簡便な方法である核、オーバーハウザー効果を開発した。ありがとうございます。